エドガー・ライトはイングランドドーセットのプール出身の映画監督、脚本家。14歳の頃から映画制作に興味を持ち、20歳で初めての作品、エーフィスト・フル・オブ・フィンガーズを監督。小規模ながら劇場公開される。BBC などでコメディ番組の制作を手掛けるようになり、1996年のアサイラム撮影中に俳優のサイモン・ペックと出会う。 二人は、その後、シチュエーションコメディ、スペースドを制作、イギリスで、高い評価を得た。2004年には、ペックと制作した、ゾンビコメディ映画、ショーン・オブ・ザ・デッドをヒットさせる。ジョージ・エロメロのゾンビ映画の大ファンだというライトは、この作品が演で、ロメロの、ランド・オブ・ザ・デッドにゾンビ役で、亀を出演している。後に、同作のペックとニック・フロストを主演とした。 ホットファズ俺たちスーパーポリスメンマイナスワールズエンド酔っ払いが世界を救うを制作。また、クエンティン・タランティーノとロバート・ロドリゲスのグラインドハウスにおいてフェイクトレーラーのドンとも監督している。近年ではツイッターで映画に関する評価を述べるほか、2013と2014年にかけて年間映画トップ10を公開している。低予算の小規模な作品をメインとしており、 ハリウッドの大作などを監督したことはない。しかし監督作はいずれもヒットしており、批評家からもほぼ一定して高い評価を得ている。コメディ映画を得意とし、音楽とシンクロした演出を用いるのが特徴。ブルートーンズ、ミントロワイヤル、シャーロット・ハザレーなどのアーティストのミュージックビデオの監督も手掛けている。ゾンビ映画や警察映画では、過去の有名作品へのオマージュを多用する。 常連キャストにサイモン・ペック、ニック・フロスト、ジュリア・ディーキン、パトリシア・フランクリン、ピーター・セラフィノー・ウィッチュ、レイフス・ポール、マイケル・スマイリーなどがいる。2009年頃から2013年頃まで女優のアナ・ケンドリックと交際していた。また過去に歌手のシャーロット・ハザレイと交際していたことがあり、彼女の PV を2本手掛けている。またブルートーンズのメンバーとは交流があり、 キープザホームファイアーズバーニングと、アフターアワーズの PV を手掛けている。ありがとうございます。